こんにちは。ドン・ウブ・オー、ソウル・ストーム、アルティメット・アポカリプス・モッドを、入れてやっているんですよ。はい。で、今回はネクロンのキャンペーンを続きをやっていきます。前回何やったか忘れたんですけどもネクロはね、時間がかかっちゃうんですよ。足が遅いんでね。で、作戦を変えることにしました。今ね、それぞれのファクションがワイワイギャーギャー戦っております。はい。で、それを尻目に、作戦の説明をするわけですが、ちょっとね、様子を見に行ってると、ここ落としてなかったっけ、落としてないか、ここに行きましょう。はい。で、予定撮ってなんだっけ、偵察ってなんか意味あるの、よくわかんない。これなんだっけ、これ。色だ。こっちがわかりやすいかな。何も色ついてないとこが自分のところです。で、青いところが L ですね。で、ここのね、1っていうところとか狙われそう。これ攻められる、相手のターンとかに攻められる時もあるんで、1とかね、やばいんですけど、イージーなんでね、そんな気にしなくていいんですけど、これに、ここに攻めましょうかね。で、こう今、ポイントが330で、ここで、使ってもしょうがないかな。はい。作戦を変えましたっていう途中だったかな。ちょこちょこ見に行って出ても、結局イタチごっこ、エルダー戦に関してはね、特にイタチごっこになっちゃうんで、重要拠点とレリックを守りつつ、ちょっとね、でかいユニット、モノリスとか、あとは高機動型のユニットがある程度できるまでちょっと耐えていようという作戦に切り替えようと思います。で、スカーミッシュではね、ルールをいろいろ変えられないので、最初から資源を持ってるとか、そういう戦い方はできないので、今あるこいつらとかをこうちょっと持ってってね、多分レリックはここにあって重要拠点がここにあるんだと思います。それ以外はないんじゃないかな。で、ここ戦ったような気がするんだけど、気のせいかな。気のせいってことにしておきましょう。別に負けてはいない。ちょっとね、敵が攻めてくることもあるんで、ちょっとこいつ残しようかな。これを待てよ、こいつらに、これを立てさせて、これを、これを立てさせて、
スカラベイはね、ちょっと増強しておいて、まあ、なんかね、こっちに道があるんですね。内側からこう攻めてきたんですよ。いつかね、戦ってる時に。で、ここでダイヤ1には上げられるんですけども、まあ、コストが明らかに足りなくなるので、ここで、このエネルギー、このちっちゃい方のやつはね、多分 アンプリファイアーって書いてるんで、パワーリソースの増強を助けてくれる、ものなんじゃないかなと思います。はい、その辺はいいんですが、と、で、主に、ネクロンウォーリアを作ります。もう一つで、この辺はちょっと防衛がてらね、増強しておいて、で、このエネルギージェネレーターを、立てておきます。今ここね、地震ありげにね、立てておきますとか言って、あ、足りねえんだ、エネルギーが。全然ね、作戦が成功するかどうかもさっぱりわかりません。一つスカラベを持っていって、ここにこれを占領させましょう。ロードはね、これ多分ね、死なないと思うんですよ。ロードはな、これテレポートできるんだ。ロードのテレポートとかを使いつつ、まあ、とりあえずレリックを、一箇所、こっち側にしましょうかね。これ、このライン、この三角のラインを守って、まあ、ここを頂点し、多分ここでね、戦闘が起こるか、あるいは本拠地とかを攻められるか、ってことになると思うんですけど、まあ、そういう感じにして、守りつつ、進化をさせていくっていう形にしていこうと思います。これをこいつも前線に出しましょう。見ての通りね、多分、移動スピード、生産スピードも、エルダーに比べたら、まあ、3分の1ぐらいしかないんじゃないですかね。なんで、なかなかね、こう、難しいわけなんですね。この対エルダー戦闘はね。はい、ここにレリックありますね。ここはもう取りに行っちゃいましょう。一箇所レリックを取っておけばね、ダイヤ5まで上げるまで障害がなくなるんで、これは400だっけ？もう一箇所だが、このレリックを占領したら、このリーダーユニットでは占領できないんで、スカラベ、降りた。ロードで、占領、ロードじゃない。レリックを占領したら、まあ、どこまで説明したか忘れちゃいました。ネクロンウォリアーを強化しつつね。で、足の速いユニットで、戦っていくような形にしようかなと。まあ、そろそろ、これね、タイヤ、ワンの研究をするタイミングとしては、ね、
今もう遅いんですよね。あ、リリックコンピューターが占領しましたって言ってますね。こっちの取ったんですね。向こうの方が早く進んでるわけですよ。あ、なんか敵が見える。こうやってね、必ず陣地を伺いに来る。なので防衛はしておかなきゃいけないんですが、でこの段階でも、まあ、AI はね、あの逃げる選択もするんで、はい、それほど警戒する必要はありません。ちょっとここにね、タレット一つ、これを外強化して、あ、ちょっと400溜まったから、これを、研究して、でタレットはそんなにコストかかんないで、152、ちょっと待って、タレットを作ります。本当はね、ジェネレーターを増やした方がいいですね。どっちにしようかな。タレットを作りましょう。はい、一つ置いといて。で、カラベって、他の施設機にユニットを召喚することはできます。ああ、そうか。テレポート的なことはできるんだか。そしたら、ここでジェネレーターを作って、いるよりも、ここがいいので、ここ。これいいな。これ知りませんでした。知りませんでした。これコストゼロだな。こっちで、ロードを、できたい。レポートは可能。150を作っておきます。はい、頂上してますね、この辺ね。でゴリアを強化したいところなんですが、まだ今のところ負ける様子はないので、ちょっと強化はしない。175に上がった。これ値段上がるんだ。はい、ジェネレーターを一つ作ります。ジェネレーターはいくつあっても足りません。で、ここはね、ここが落とされることはちょっと想定したくない。テレポート、でここで、真ん中の重要拠点までこいつらで行きます。ですね。攻撃を受けてます。なんだ、ちょっと足が速いやつ。枯れちゃったな。もう一つ増やしてみようかな。お、これを作れる。ウォリアーも増やしてみよう。
トレインズリングメタルって書いてあるんですが、全部のことでしょうか。すみません、ね、これとこれも研究します。ここに来たらこいつらがいるんです。はい、それは分かってるので、これはちょっと戦わせておいて、ウォーリアーを増やせるやつは増やせる。エスカラベを一体、これは多分テレポートここまではできないはずになって、できないですね。ここに呼びます。はい、で、もうちょいこっちに、で、研究ですね。で、はい、一体やられちゃったな。建物を建てないと得られない、あのやつが出てきて、クレーターサーモニーコアを建設します。これですね。スカラベが来てます。これを占領させます。ただ占領させにかかると戦術で、を守ります。ああ、通り過ぎました。まだ来るから。来るのはしょうがない。耐えます。ちょっと姿を消しておきましょう。ああ、倒した。ロボットのパワーを使えば、あ、何も持ってねえのか。で、ここは、ちょっとまあ人数を増やしつつ、防衛を固めます。が、気がないのここをちょっと変えます。ここに攻めますね。はい。こっちで攻めてくるので、じゃあ、スカラベを一体、ここに。そしてここにパレットを一つ立てます。ネクロンウォーリアーは強いですから、意外と負けません。お、こいつがいた。研究しちゃうコストは高い。研究しない。で、もう一つ違うパレット。ここでできる、研究、これはしない。ここでできる研究、このレベル2はやりたい。あとはいいでしょう。ここでも戦闘が起こってますね。大丈夫でしょう。ここで多分ね、建物はこう建てられないんですよ。ああ、エネルギーが足りない。これなんか一つでも建てられればね、いいんですけど。
まあ、しょうがないので、こいつはここまで下がって、エリスク研究はしないでおいて、ちょっとやっぱデジェネレーターを足しときましょうかね。これ作るといいんだよな。作っちゃおうかな。ああ、そうか。これは特定の場所、もういつもこれとこれと間違っちゃう。特定の場所作れないですね。防衛ポジション。そうそう負けないですね。はい。それで。建物があるだけで障害が、ここはちょっと防衛の要になってあげたいところですが、あげない。で、これがいくら750でいけるんでやっちゃいます。隊列を整えて644、この、この4人しかいない、ウォリアーは最初からいる、増強した、なんだっけ、なんていうんだか忘れちゃいましたけど、なんとかポイントを使って増強したユニットなんで、まあ、最初からある程度強いんですけど、それ以上増やしたりすることができない。はい、なんで、しょうがないので取ります、ね、これ今研究中です。でここで、そうだな、やっぱりウォーリアーですね、はい、ウォーリアーを作ります。3つ、はい、でこれタレントを作ると攻めてこなくなる、足りない。こいつこれって結構高いな。じゃこれをちょっと1体ずつ増やしましょう。4ついる。で、とりあえずここまでです。メスマーチ。インクリース、ムーブメント、スピード。でもこれはやった方がいいですね。移動速度が上がりますね。はい。でこうやってね、本来はいろいろ取捨選択をしながら、進化をさせていった方がいいんですね。で、結構上がりました。でここで、大きいマシンユニットを作ります。はい。どれがいいかな。これにするか。こいつね、結構、なんかいろいろ能力あるんですよ。あ、でこいつは作れる。デストロイヤーロード。もう作っちゃいましょう。で、ちょっとこいつが増えてきたので、お、ネクロンも移動ができる。テレポートが。ここにボーンと、でこの機能も知らなかったな。
翻訳されてるっていうことは、この機能は最初からあったんだと思うんですけど、で、ここを、に移動させます。これアンプリ。じゃあもう一つ何か立てなきゃいけない。これだ。これが何なのかよくわかんないけど、立てらんだね。1500足りない。ユニットがフルポップになってるんで、これが限界ですね。これはいるかな。ちょっと増やしようかな。こいつね、確か死体回収ができるんですよね。で、資源が多分増えるんじゃないかなと思うんですよ。戦場に置いとくといいんですよ。研究しておきましょう。こいつらは、テレポートはできない。これなんだ。あ、こいつ、これ敵のビークルを奪いますっていうね。あ、こういう特殊な能力があるんですよ。で、ここまでこそ。これも一つ増やして、これも一つ増やして、じゃあこいつも研究760、ストレングス、ディストラクション、ナレッジ、ディストラクション、よくわかりませんが、で、これも移動させます。ちょっと待ってよ。この移動先を選んでから押して、これ一つ置いときましょうか。ここにね、念のため。割と僕は守り方、慎重派の 攻め方をするんで、こうやってやっていきます。で、って言ってる間に1500になりそうなので、こいつらでこれを作っちゃいます。で、これ作ると結構いろいろできるんで、は重要ですね。これは何だ、タムスパイダー。これはあんま関係ないかな。ゴーストワーク、プラズマシフト、リーチス、コンプリーターズ、ゴーストワーク2、シュタビリティ。ゴーストワーク。ゴーストワークって作ったっけ。これがインクリス、ヘルスか。でもこれはちょっと研究しとこうかな。250、250、で、徐々に増強されてきました。ここ6体、7体まで。ここも増やして、ここも増やして、死体回収、再回収したら、刀を回収したやつが生き返るのか。回収した。回収したらどうなる？よくわかんない。はあ、このパワーもいいです。ステーシスフィールド、敵のユニットを取り囲みます。移動を無効にします。あ、敵倒れちゃった。結構強くなってますね。強くなっているんですけども、あ、ここで回収すると多分これを作り出せるようになる。
とね、見ながらやってます。このロードも作っちゃいましょう。S ロード。で、モバイルオベリスクはいらないんですが、このシージモノリスは欲しいので、まあ、これは後で作る。これは、なんか攻撃かな。とりあえずいいです。はい。で、コストが増えてきたので、こっちで、こっち側にもう攻めてこなくなる、うん。ちょっと様子を見に、こっち側まで行ってみましょう。ちょっと増やしてみる。出られるありましたね。で、アーカイブ。ちょっと待って。ここでタイヤ。ああ、足りる。じゃあ、ちょっと。これも作ってみましょう。で、研究が進められるなら、はい。ここで作っちゃいます。で、これとこれ。これも多分研究してると思います。 My lord knew this day would come. He had plans for us all. これも高いな。ゴーストアークを一つ作っちゃおうかな。ああ、これは最終的に使うやつですね。ちょっと置いておきましょう。こいつらをこっちまで来て、敵の拠点が、まあ、ありますよね。おユニット。ああ、こっちあれだ。レリックがあるから結構舞台だ、ね。これね、一回攻め込むとまあ戦闘が長引くんで、それはちょっと置いといて。これも。しようかな。で、ね、多分ここのレリック付近に最初の本拠地はないはずなんで、ここは置いておくとして、これは倒したのでやられる。ガラベを一つ。ピキンって言ってると攻撃されて、ああ見えないんだ。遮蔽してるんですね。ベースを持ってこないと見えない。遮蔽をカンパするので、ここにベース持ってっちゃおうかな。お、スカラベはここでやられてる。スカラベは攻撃されたら地に潜るっていう手があるんで、潜っちゃう。その間にこちらを呼び寄せる。でレイスがいると、これが見えるようになって攻撃しました。上げて、ここを占領させます。
そうすると、多分ここの建物も移動範囲に入るでしょう。はい、で、これで何か一つあります。何だったっけ、どうせならここに出そう。あれ範囲外かな。あ、ここなら。ああ、で、デスなんとかだ。一つ上げていこう。二つ目。三つ目。四つ目。ここまでに。コストは結構かかる。はい。で、これをね、追加しちゃうと、この強化ができなくなっちゃうんで、ね、それはやめておきます。なんか、これ、なんか攻撃だな。あ、違う。サムビルディングスパイク。デストラクション。この攻撃、この能力を使うと移動が速くなるらしい。うん。速いような気がする。ここにこれを作っちゃうでしょ。ここを防衛しつつ、こいつらは、これ死体回収終わった？増強しつつ、オーバーチャージはこれ多分一時的なものですね。はい、こいつましょう。これ一つあげてこうかな。うん。
クリス、ヘルス、ダメージ、マキシマムウェポンレンジ、オール、これは研究した方がいいけど、ちょっと高いから今やめとこう。はい。で、これが厄介なんで、こいつを倒しますね。そうするとレリック2つになるんで、リソースもね増えましたね、はい、こういうじわじわした戦いを、することにしました、はい、確実あのあっちいるかなこっちいるかなっつってこう決めるよりこうした方がいいかなっていう感じで探り探りやってます、はい、でこいつらは多分、まあ、こっち側に行かせるとしてこの一体は、ちょっとここを守ってるんでもう一つ別動体おわっとアバターがいる危ない危ないのでモノリスを来ましたアバターいるか。ちょっとアバターに攻撃してみる。あ、ビビるわ。向こうもね、当然研究してますから。アバターも出てきます。お。意外とね、そんなに強く。当然こっち側にもいるわけですよ。その別動隊を作るってことで、ここから一部隊を転送させて、ここにひょこんと増やしておきます。お、来ましたね、こいつが。もう行きます。で、これがフルポップなんで、850、まあ、これも作っちゃいます。で、ウェステアークよりは上もいいかな。こいつどうした？やられちゃったか。ちょっとここで大掛かりな戦闘になっても。違う、あ、あ、さらに移動が速くなるな。まあ、これ生産できない。あ、スカットキャップなんだ。こいつはちょっと待って。で、ウォリアーってこのモノリスは、お、転送できる。いいじゃない。こいつを回収してるのかな。作れる。でも、キャップだもん。あ、でも、あれ？いるんじゃない？で、こいつを。とりあえずここまで押し寄せて、そしてこれをまだテレポートはできない、うん、
それからあれ、これも死んだのかな。意外ともろいな。まあ今回はユニット数としてこれぐらいでね、ちょっと勝ちたい。ユニット数というか、種類ね。これでいきましょう。こいつはちょっとこの辺まで貸しておいて、これはテレポートで、ここ。便利、便利。で、こっち行きましょう。ウォリアーはもう一体ぐらい行った方がいいかもな。ちょっとスカラベが多いかもな。スカラベもユニット数に数えられるんで。あ、これどうしたっけ、こっち。占領し終わってない。はい。忘れてました。で、ここの、こいつらをテレポートして、ここに置いときます。はい。これで結構いいでしょう。18。これで結構な攻撃力なんで、ここのレリックを取りに行きます。してるけど、カンパできるかな。で、ちょっとのんびり待ちます。はい。で、3000に達したんで、ここで、この研究をします。はい。これはちょっと、これは、回収は終わったのかな。ここまで行ったもんね。レイスを、レイスをここまで行く。はい。この部隊はちょっと状況、増強してみる。で、こいつの研究を500。やっちゃって、ここ研究しない。ちょっとこの辺まで行ってみましょうね。こっちは何もない。あ、これちょっとあるね、デモの系が。はい。あ、なんかいる。バシバシ行ってる。あ、これ見抜けないかな。そしてあるとがあるけど、これを壊す。占領したけれども、ちょっとあれなので、スカラベをこいつにこれをこうさせて、でスカラベを一つここにテレポートできない。このこれにできる。で、ちょっと限界になってきた。
で、研究が進め、あれ、あ、あれ、あ、このモノリス動かせるな。そうだったっけ。まあまあいいよ。これってあげた方がいいの？まああげるか。ああ、全然今足りなかった。こいつをここまで。で、スカラベを、ここに、テレポート。で、こいつらに、スカラベに、を占領させる。こいつらをちょっと下がります。防衛ライン、ね、まで。あれ？こんなのあったっけ？立てられちゃった。出なかった。あの通り過ぎたのに、ね、ちゃんと、占領して立てておかないと、あの、繰り返されちゃう。ね、こうやってこうゆっくりやっていかないとなかなか勝てないね。はい、でちょっとスカラベは置いといて、こいつらに創作を、ね、この辺もなんかいるかもしれない。あ、ほらいたいた。こう攻めてきてるのなんだろう。リースボール。あ、やられちゃったかな。結構強力な。ボカーン。あー、そうか、ここのレリック取ったら、あ、でもこっちにももう一つありそうな。まあまあその辺はとして AI の考えてることよくわかります。はい、で、このモノリスをじゃあもうここまで持ってこさせた。ここはあれだ、真ん中だ。ここは行った方、あれ？ここ、あ、ちょっとなんか攻め込んでたかな。手に移動してる。しかも領土とかもなくなってる。そっか、あいつらに多分攻められた。ここで領土作れるか。これぐらいを作る。で、この辺のやつらはここに、ほい、こいつらもここ守ろうかな。ここに、で、これもここに。でいいでしょう。600あった。ここは閉じてるので、これ
はこれでいいと。え、ここを占領しなきゃいけない。これはちょっとここまで。ここで戦ってるこいつら何なんだろう。ここに血がある。本格的な戦いになる。あ、こいつをちょっと戻して戻して。そしたらもう一つ何か建てられる。これか。あ、2000。まあいいでしょう。あ、ここにいた。それで着地ってできない。まあいい、ここで、それを作ろうかな。で、ここに、あ、ポイントが減ったから、ついた。で、ここでこれ限界まで行った。あ、よし。デストロイヤー、エネルギーが足りません。はい、ここに出てこせよ。
手が遅くなってきましたね。ここも補給しておいて、でここにいる部隊ももう攻められるんじゃないかな。じゃあこのものをですね、ここに、またコストが足りなくなってた。なんいくつだっけ、2000、これがいいんだよな。エナジービームサポートストラクチャー、これはなんか最終的に必要になったような気がする。これ一つかな。ただただ攻撃されて分散しない。ハモンドはオーディア、キャップじゃなくなったかな。ちょっと一回戦なんだな。こいつ、でかいな、これ。殲滅状態。これ使っていいんでしょう。おっと、おかんってやつだ。じゃない。ここまで来るとここが本拠地の気がするな。まあそれならそれで、そこの辺を選択して。動画ある。壊しました。遮蔽してるやつだ。
できてないか。はい、これでまあほとんど。隠れてた、見破れなかった。もうここに拠点があるのに、ガラベを、ガラベを行ったら、ここに来させるしかない。多分このレリックに落ちてる。こういうのここで緊張する。レースを作ってるか。これができた。これでなんか気をして足りなくなっちゃった。ではこれが。倒しました。これがいい感じの倒し方ですね。はい、ここでここにたどり着きました。今回は何も待ってない。これがテスト、これは後でもらうのかな。テストリア、オーギアも特に取ってない。なのでじゃあここね、こう1だとちょっと心もとないので、ここにちょっと占領、このね、これはエネルギーのね、ジェネレーターこれあった方がいいですね。で、ウォリアーが入って、スカラベが入って、こんな感じですかね。はい、
ちょっと助かると。これが今1から2に上がりましたね。こういう感じでちょっとね、こうまあ確実に防衛しながら増やしていった方がいいんですね。まあ、ターンで移動1回しかできないんで、次ここに行って、ここに行って、ここに攻め入るみたいな感じで。前も説明したかもしれないですけど、これがワープゲートなんですけど、このワープゲートはここと、ここに繋がってんですよね。で、ここを攻めちゃうと、こっちこう行き来ができるようになっちゃうんで、他のところの敵が攻め込んでくる場合があるんで、ここはちょっとあえて置いといて、まあここの、まあ、エルダーにここを守らせておいて、で、こことでエルダーの本拠地を落とします。そういう計画で。とりあえず今回はこんな感じですね、はい、オートセーブこのゲームは対応してないのでセーブをして終わりましょう、はい、こんな感じで以上です。じゃあまた。